選手の去就情報については進展ありませんでしたが、先日報じられた野々村社長の件について少し追加情報がありました。現時点ではスポーツ報知だけが報じているのですが、野々村氏は札幌の社長を年内に退任することも判明したと断言しています。これが事実だとした場合、年内に札幌から社長退任の公式発表がなされる流れとなりそうです。合わせて後任についても発表されるのかもしれません。野々さん、チェアマン騒動については年内に決着しそうです。コーチ以外の他社も追随する形で裏取りを進めているのではないかと思われ、近いうちに後任について具体的な名前が報じられることが予想されます。ちなみに現時点で札幌公式からこれを打ち消すようなリリースは出ておりません。なお J リーグアウォーズに出席した野々さんに直撃したようですが、否定も肯定もできない、喋ることは何もないというかできないと返答したようです。まあ肯定すればフライングになりますし、否定すれば野々さん以外の人がチェアマンにと候補が絞られてしまうことになりますから、野々さんが何も話せないというのはそれはそうだなと思います。金曜日にラジオ出演があると思いますが、そこでも具体的に語られることはないでしょう。そして去就情報ではありませんが、喜ばしいニュースが飛び込んできましたので、ここで合わせてお伝えしたいと思います。来年1月21日に開催されるキリンチャレンジカップ、ウズベキスタン戦に挑む日本代表メンバーが7日午後に発表され、札幌から小柏選手が選出されました。小柏選手は代表初選出、おめでとうございます。メンバーは国内組のみとなりますので、出場のチャンスもあるのではないかと思われます。小柏選手にはぜひ代表での活躍も期待したいところです。本日の最新情報は以上となります。昨日からほぼ変更点はありませんが、現情報をひとまとめにした画像も用意しておりますので、まとめて確認したい方は概要欄よりご確認ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた、ごきげんよう。